皆さんこんにちは、よしまるでございます。今回ね、僕がやりたかったこと、黄金竜のハンマーの覚醒、まあ覚醒じゃなくても今後こういったスロットが入ってくるんだけど、この覚醒スロットパワーっていうところがどのぐらいダメージアップするのかっていうようなことをやってみたいなと、これずっと気になってたんですよね。で、まずは、戦闘はもうダラダラやります。長く戦った方が集計取れるんで、そこはもうご了承ください。で、通常攻撃でどのぐらい入るのかから行ってみましょう。一番左のヨシュマルをご覧になってください。通常相手、まあ、861ダメージが入ってます。またこれ後で集計して、数字出しますんでね。では今度、覚醒スロットパワーです。さあ、どのぐらいかな ?940。ま、上がってるっちゃ上がってますよね。はい。あとちょっとこの繰り返しをやっていきますので、ちょっとね、また溜まるまでお待ちを。まあ、どんぐらいアルテマソードのスピードが上がるかっていうのも、なんかこう、スキルゲージの上がる感じっていうのもね、見れるかなということで、まあ、次の一手をお待ちください。うん、割とでもなんかね、グイーンっては溜まっていく感じはあるんですけどね。では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 。次2発目がそろそろ。てかレオダーマって足すごいね、これね。レオダーマってサッカー選手になったらすごいんじゃないの、これ。これ蹴られた、あ、よし、いきますよ。はい、通常852いただきました。まあさっき覚醒が940出てたからね、まあやっぱり下がっている。よし、じゃあ覚醒スロットパワーの方いきましょう。2回目ですね。さあどうだ、1041。やっぱ覚醒スロットパワー上がってるよね。あともう一周ぐらいできるかな。はい、じゃあちょっとまたね、溜まるのを待ちます。おお、ゲージや上がったね。では通常入れていきましょう。808ですね。先ほどの覚醒パワーが1041に対しての808です。やっぱこう見てみると、まあ上がってるのはやっぱ上がってるっていうところ。おお、上がったゲージが。ではでは、覚醒スロットパワーの方3回目ですね。行ってみましょう。1000は超えるかな。うん、超えないけど951は出たということで、もうレオさんのパワーがないので、稲妻レプーザンでとどめようということでね。はい。ではちょっと集計も出してみたいと思うんですけれども、今回は、倍機も、回心も何も入れずに通常な状態で、861、852、808が通常。スロット覚醒は940、1041、951。まあ、100から200の間上がって、いる感じかな。まあ、この辺最後にまたまとめたいと思います。では、次はですね、倍機を入れた状態でどのぐらい変化があるのかを見てみましょう。これ覚醒スロットパワーって例えば 1.3 倍とかなんかそういうの出てんのかな。なんか、まあ、数字がもしもなんか公式かなんかで出てたとしても、なんか僕あんましね、数学弱いんでダメージ見ないと分かんないんですよ、やっぱりね。いずれにせよ、ちょっとこれはやってみなかったんだよね。じゃあ、倍機入れます。これね、波動があるからちょっとね、ややこしいんですよね。どうだ？倍機からの通常、おう、1326。さすが倍機で。まあ、通常でだいたい861とかだったからね、さっきね。1326とかね。やっぱ倍機も上がってるよね。よし、確定スロット。おう、1668。はい。倍機状態の通常が1326。で、おー、鬼神貫徹、素晴らしい。倍機からの通常、1356ですね。はい。鬼神貫徹、素晴らしいね。よし、覚醒スロットパワーいきます。あ、波動で消されちゃいました。これノーカウントにしましょう。はい。まあ、こういったこともあるよね、ということで。ちょっと溜め直すのでしばしお待ちを。すごいね、レオダーマのこのね、怒りのオーラの範囲がね。まあこう絶対レオダーマ足すごいよね、本当にね。これでさ、蹴られたら即死だよね。おー、これモデルは何なんでしょうかね。レオダーマって何、なんかライオンっぽいような猫っぽいようなね感じですけど。
よし、じゃあちょっと溜まるまでお待ちください。でもすぐ溜まりますね、うん、では確実にバイキを、お、鬼神貫徹発生した、あ、すごい発生するな鬼神貫徹。確実にバイキを入れてからアルテマソード、覚醒スロットを入れていきたいと思います。どうだ、1533ですね。はい、ということで集計取りました。2回ずつ受けましたね。はい、どうですかね。今ちょっと数字を出しますね。まあダメージもちろん上がってるのは上がってる。やっぱ通常よりもバイキ入った方がね上がってます。1326、1356がバイキ普通で、スロット覚醒の方が1668と1533ということで、まあ200から300は上がっている感じですかね。はい、今ラスト行ってみましょう。今度は何かというと、もうバイキ状態からの会心です。祈りを使って会心を入れていきます。さあこれがどうなるか。ただね、あの波動とか飛んでくるんで、この辺で前回やりましたね、祈りは波動で消えます。それがこの動画を検証している時だったんです。はい、ではですね、まずは少しお待ちをということで、おー、鬼神貫徹。でもね、ここで発生しても祈り入れないとねっていうところですかね。そのうち補助呪文の CT がなんか 100% 上げみたいなのも出んのかな。よし、まず祈りが入りました。まあこの時点でも倍期かかってるんですけど、さらに保険、あ、鬼神貫徹すごいね。確実に倍期入れて、もう一段少し上がるんだっけ。こっからの回心を入れていきたいと思います。さあどうでしょう。1652いただきました。さすが、さすがだね。すごいね。はい、ではですね、祈りを入れていきますけれども、あ、違う、ここで、そうだ、ここで波動でなんか消されたんだっけな、確か。そうですね、クソはここだ。はい、これで波動で消えました。要は、バイキとかっていうのは、ここはなんかノーカウントにします。まあ、波動で消されるっていうのはわかるんですけど、会心マークですよね。あれが波動で消されるのかっていうことを、ちょっと前回の動画でやってみたっていうようなね、感じでした。ではですね、ちょっともう一回統計は、祈りの通常から入れます。だいたい数字的には合っているんで、はい、一回分、まずちょっと取れればいいかなと思いますので。怒りを入れ直して、もう一回通常の方の、統計を取りたいと思います。あ、怒りじゃないや、祈りね。祈ります。祈りました。すごい、ほんとこれ優秀、本当に。ただね、波動で消されちゃうっていうね、ところはありますけれども。で、一応、さらにバイキも入れて、もう一回、通常の回心から行ってみたいと思います。1663。先ほどが1652なんで、大体数字的には合ってるんですよ。はい。で、多分あと1回分ですね。もうレオダーマのパワー的にね。なので、この1回の集計でちょっと終わりにしたいと思います。あとまた後日ちょっとやってみて、まあ合ってるかっていうことなんですけど、まあ大体合ってるんだね。では、祈りを入れて、波動来るなよ、うん、大丈夫だね。まあ、レオが波動やってくるとき通常攻撃の後だからね。まあ、バシバシってくら、あ、おー、危ない。いやいや、させますね、レオ様。よし、来たよ、覚醒スロット。1965いただきました。すごいですね。はい、ということで、なんとか集計取りました。まあ、覚醒スロット会心、まあ、バイキ、まあ、一番最大状態での、会心は1回分しかちょっと取れませんでしたけれども、まあ、この後やってみたんですけど、大体まあ同じ数字出ますからね。はい、倍期会心で、まあ、通常のスロットで1652、それから1663が出ました。で、スロット覚醒パワーの方の会心が1965。まあ、統計的にはこの1本なんですけれども、まあ、出ても、まあ、2000とか、で考えてもらえればいいかなというところなので、
まあ300ぐらいは上がってるかな、6、7、8、9と。300ぐらい上がっているかなと思います。はい、ではですね、ちょっとここからまとめてみたいと思いますけれども、この数字の通りということですね。通常で、ソロト覚醒との差が、100から200ぐらいの感じなんですかね、大体ですけど。で、倍機をかけた時と、その倍機スロット覚醒の差が、300前後って言ったところなのかな。で、倍機会心の、スロット覚醒との差が、そうです。2000、もしも50近くいけば、400ぐらい、300から400っていうところなんですけれども、この感じだと、これも、そうですね、300ぐらい、300前後の差なのかなといったところで、通常、倍機会心と、もう少しね、スロット覚醒との差が開いていくと面白かったんですけれども、このような形になりました。あとはもう数学得意な人が、何点何倍とかどうのこうのとかね、これを、参考にしてもらえればと思うんですけれども、そうですね、一つ単純に、おおって思ったのは、スロット覚醒の倍機の方ね、1668とか1533とか出してますけど、倍機状態のスロット覚醒と、倍機状態の通常の会心等が大体同じなんだなっていうのは一つね、参考になりましたね。なので、そうですね、会心ってでももっと伸びてるような印象でしたよね。スロット覚醒の倍機でも3、1668とか言ってるんで、その倍機の会心だと、そうですね、2000とかね、愛おしかったかなと。で、さらにスロット覚醒だと2500とかぐらいいってると面白かったんですけど、意外と会心の方が、そんなに伸びてなかったのかなっていうようなことはちょっと思いました。そんな感じで今回はですね、スロット覚醒パワーはどのぐらいダメージが、上がるのかというようなね、ことをやってみました。こうして僕は数字で見た方が分かりやすいので、少しね、多少50とか、上下はあると思うんですけれども、スロット覚醒の倍機会心も、1965しか取れてないんですけど、2000ぐらい上がっているのもあったので、そのぐらいのところで見てもらえればなっていうふうに思います。そんなところでしょうか。で、ちょっとね、そうだ、これ攻撃力どのぐらいかっていうのも出しておけばよかったね。もちろん、同じ装備で行っているんで、何も変えていません。そのまま、あとは、バイキかけるかどうか、祈りをかけるかどうかっていうだけの差なので、攻撃力がいくつだろうが、基本的にはこのぐらいの差になってくるのかなっていう気がしております。でも結構モリモリでいった気がしますけどね。攻撃力はね。そんなところでしょうか。皆さんも、自分で大体攻撃力がどのぐらいで、ある手間がどのぐらい入るかっていうところで、わかるのかなとは思うんですけれどもね。で、今回は覚醒スロットパワーの、検証なんですけど、もう一つ、これ系で面白い、検証をもう動画撮っておりますので、近日中にね、すぐに、アップできるかなと思います。それから、直近だと、神様チャレンジのダークドリアムかな。あの辺を出そうかなと思っております。そうですね。前回の動画でも話したんですけど、三かわしなし、デバフスキルなし、無知も僕持ってないから、助っ人さんから、二凸の破壊の鉄球をお借りして、なんとか勝てた動画がありますので、それを出したりとか。で、まだまだね、多分検証系はあと2、3本取れると思いますので、また興味がありましたらね、動画に遊びに来ていただけると嬉しいです。で、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。あくまでこれは答えが云々とかじゃなくて、本当にただ、数字をとりあえず取ってみましたよ。あとはここから皆さんがいろいろと計算したりとか、
この数字からどう見るかっていうのは多分100人いたら100人とも捉え方違うと思いますので、あとはここでね、このスロット覚醒パワーをどう見るかっていうところを判断していただけるのが一番いいかなと思います。はい、ではこの辺で終わりにしたいと思います。吉丸でした。さようなら。